あ、三田大沢古墳でございます。これ奥やね。じゃあ行ってみましょう。今回で3回目かな。3回目ですよね。以前2回、夏やからね、梅雨の時期と夏の時分やからね、全然中入れなんだね。中5分ぐらいまで、1、2、3、4、5分があるらしいんやけどね、入れるらしいんやけど、1回も入ってない、周り見ただけやから、今日は入れるかね。こんなやったかな。これもね、夏来るともう草ぼうぼうでね、なんかどっか看板がどっかあったかな、なかったかね。ここから入れるか。いや、入れないんか。入れないですね。もっと上か。綺麗に見えとるかね。これ初めてやね。こんな格好してた。いや、なんかいつも草ぼうぼうでね。ここから上がろうか。こんな初めて見るね。草ぼうぼうの時ばっかりやから、向こうのマウンドもなんかね、もうここみたいなとこもね、やっぱそうやろ、ほら前方公園いるんだろ。今どこおるんですか。1年よりもっと前かもしれんな。今どこおるかわからんな、これでは。え、動きはあんねんな、あの看板では。さっぱりわからんの。いや、初めて上がりますわ。なんかちょろっとね、道見みたいなのあったんやけどね、上がれなかったね。いや、危なってたからね。初めて上がりますわ。おお、とこ。お、マウンドが残ってますね。これ何号服か書いてあるんだよ。これは素晴らしいぞ、ここは。あの藪じゃね、以前なんか2回来てんだけど上がられんかったね。あ、こういうことか。1、2、3、4、5ということかね。1、2、3、4、5ってこういうこと。はい、ちょっと見てみようか、この看板は。これは一辺16メーター、高さ3メーターの方墳。方墳、これどっか開口してんのかね。うわー、すごいね、これ。開口するなら反対側やな。あらあら、開口しないか。残念でございますか。あらあら、全然ないか。残念でございますか、ここ。これ墳丁やけど。残念でしたね。15分は一辺14メーター。ね、高さ 1.7 メーター。方墳。これはもうお目覚ましたのかな、山の上に。残念でもですね。あれ、15分。
前方こういうふうになってんの。37m の前方後円墳。ああ、なるほど。ね、前方後円墳はね、こんな感じで、円墳は円錐形になってるのが多いんだけど、どっちが豊富でございますか。豊富富士ほど。はい、まあそうにしておきましょう。前方後円墳にしておきましょう。1号墳、あれが2号墳、3号墳で、4号墳があるやな。で、5号墳打ちあるな。これ4号墳かね。4号墳、あらあら、4号墳でございましたか。17m の方墳やな、これ。高さ4m、方墳でございますか。四十九度出たんかね。右側上がってみましょう。これはこの間、これでも前方こういうふうに見えるけどね。はい、方墳でございました。これ4号墳。ああ、眺めいいね。4号墳はどういうことなんですかね、これは。ちょっと見てみようか。はい、よう見えるね。一辺14メートル、高さ 3.2 メートル。もう全然見えんがね。豊富。14メーターの豊富だと、もうちょっと大きくならずおかしいんやけど、どうやねん、これ。まあ、そうしときましょうか。はい。もうそんなもんか、始めたか。あの向こうもね、なんかありそうなんだけど、古墳が。あの向こうもね、調査してくれてないんかね。ここに見えんだけど。1号墳が見えんか。すごいんですよ、この落差が。この高さがね、下まで。どれぐらいあるやろ、20メートルぐらいあるか。ちょっと山を利用してね、うまいとこ作ってくれやりましたけど。これは3回目に来てやっとこれ中入ったんだけど、素晴らしかったね、この中の古墳。いや、あの夏のね、雑草が茂ってるときはやっぱりちょっと入られんな。どうも奈良は蛇が怖くてね、よう入れなんだね。はい、最高でした。どういうこっちゃこれ。ちょっと道が見当たらへんねんな。これが4号やろ。4号分、5号分や。これ1号分やろ。こうやからね。はい。三田青沢古墳、1号分から5号分でした。ありがとうございました。はい、初めて入りました。いつも草ぼうぼうでね、中入れんで、ね。くるくる回ってたんやけどね、前ね。はい、ありがとうございました。わあ、最高でした。